ホタ島はアイルランドのコーク湾にある島で、首都のグレート島のすぐ北に位置する。ホタ島にはアイルランドで唯一の野生生物園のほか、ホタ島ゴルフクラブリゾートが所有する歴史的なホタテと庭園、ゴルフコースがある。島と同じ、ホチという名称の町2つが占め、市民教区の所属は、片方はクロンメル、もう一つはキャリゴトゥーヒルである。 地名の綴り、保持は19世紀にアイルランドの陸地測量局が確定したものの、現在は、ほどの方が普及している。名前の由来は不明で、一説には、北方帝国由来とするなら、第二のこそ、オいは、このルド起源で意味は、島となる。どにかカランの説では、FDR オいつまり、コーク市からリーガワ沿いに下った河口の、足元の島と、解釈できる。 中世の資料の一部には名前に R- が含まれる。前室のオカラーンは、いずれのゲール語語言説にも、懐疑的で、ソットハウスでも、暖かい芝戸でも、腐敗、枯れたでもないと唱える。ホタテイの外観。ホタテイは、フィリップ・デバリーの子孫として、スミス・バリー家がかつて住まいとしていた。デバリー家は、ノルマン人のアイルランド信仰に従って、ウェールズから渡ってくると、 1185年にホタ島、その他の辞書を配慮する。最初に住んだバリーズ港都城の後に転じたカソリオンズでは広い所領地を得る。ホタ庭は本来、狩猟用の別邸であったものを1820年代に建築家の不死だったリチャード・モリソン教と息子、ベトルビウスを雇うと、部屋数70丁の摂衝様式の邸宅を建てさせ、現代に伝わる一家の主邸になった。 スミスバリー家の末代で、ホタテイに最後に住んだ人物は、ドロシーエリザベスベルといい、父は、アーサー・スミスバリーである。1840年代に一家が始めた庭園や、樹木園を受け継いだベル夫人は、生前、種苗の開発と記録を続け、1975年に、亡くなると、家屋敷は、ユニバーシティ・カレッジ・コークが買い取った。 邸宅は20世紀後半に次第に荒廃が進むと、とうとう天井の崩壊に至り、その後しばらくの間、一般公開を中止した。2002年初頭の公開再開に先立ち EU、アイルランド政府、民間資金を調達し復元工事が施された。2007年12月以来、ホタテは新設されたアイルランド遺産トラストの書館に移った。ホタテ園と樹木園の景観。 ホタ庭園は、邸宅と同じ敷地にあり、高低差を活用した樹木園や壁で囲んだには、テラス型庭園がある。広大なバラ園、珍しいエキゾチックな低木や樹木が特徴である。スミスバリー家が住んだ時代に、樹木園と庭園の構造や配置が決まった。代々の当主は、島という隔絶されたホタの環境、暖かい気候と土壌の重要性を認識し、 ホタの語源は施設にはアイルランド語で暖かい土壌を意味するホテフディーテにあるという。庭園の気象条件は特定の樹種や外来植物の栽培に適している。ホタ庭園と樹木園の発展は世界規模の大掛かりな植物収集の時代と重なり、植物ハンターがアジアや南アメリカ、アメリカ合衆国の太平洋岸北西部などから標本を持ち帰っている。 これら珍しい植物種のうち、発見から数年以内に、ホタテ園に持ち込まれたものが複数ある。1840年代の東市ジョン・スミスバリーは、住所によって十分な感覚を保つように植えさせ、大きく成長して美しい紅葉を楽しめるようにした。一家が集めた植物種の記録は19世紀と20世紀のほとんどに、渡って伝わり、今日も、目録の作成。 種の保存や新種の開発が引き継がれている。これらの植物コレクションの多くは、ダブリンのアイルランド国立植物園及び、スコットランドのエジンバラ王立植物園など、他の植物園と提携し維持している。1996年から樹木園と庭園は、国の所管に移り、現在、アイルランド公共事業局、アイルランド遺産トラストが連携して、管理業務に当たる。 ホタイランドリゾート780エーカーは不動産に森林や集計地を備え、そのゴルフコースにはチャンピオンシップ企画のコースが3つあり、ディアパーク、ベルベリー、バリーズコートと呼ばれる。ゴルフは1886年にホタジまで最初にプレーされた。以来、コースの開発を続けて最高の地位を認められるまでになった。1993年、 ホタイランドゴルフクラブは、クリスティオ・コナー・ジュニアとピーター・マクエボイを得て、さらに発展した。ゴルフリゾートは、数多くのトーナメントを誘致し、アイリッシュクラブ、プロフェッショナルチャンピオンシップ、2011年、PGA ・ユーロプロ、アウディコーク・アイリッシュ・マスターズ、2001年と2002年の、マーフィーズ・アイリッシュ・オープンなどを開催した。2004年、キリングループのマウント・ジュリエット・ゴルフ スパホテル所有者がリゾートを買収した。同グループの設備投資でヨーロッパツアー企画に格上げされた後に2004年11月、クラブはフレミンググループに売却された。新たな所有者の手でゴルフコースの複数ホールを改修し、周辺の木々を植え替えて手直しした。2006年、同グループは5つ星のホタアイランドホテルスパとキッチン付きの宿泊施設を建てた。 2013年9月27日、ホタアイランドリゾートは所有権の引き継ぎを発表。新しい経営陣は、カンファミリーワールドワイドグループといい、もともと中国の河北省出身の代表が、国家資産管理会社から500エーカーのリゾートを買収した。ホタ島野生生物園の麒麟1983年7月に、パトリック・ヒラリー大統領の開園宣言を受けて、 開業したホタシマ野生生物園は、世界の野生生物保護を趣旨とした動物園施設で、アイルランド動物学会とユニバーシティカレッジ、コークの3社の共同事業である。この施設には、珍しい野生生物70種長が、屋外の環境で暮らす。ダチョウ、キリン、カンガルー、シマウマ、霊ウが含まれ、20万2000平方メートル長の敷地は、豊かな草地に覆われ、 島に生息する展示動物のほとんどは自由に歩き回る。チーターなど捕食動物は囲いのある施設に入れて展示する。ワオキツネザル、ワラビー他の動物は園内の来訪者の通路も自由に出入りする。この園の動物の多くは野生状態で絶滅の危機に瀕しており、野生生物園はこれらの希少種種の繁殖プログラムに関わるだけでなく、 世界中の他の動物園の繁殖を受け負う。例えば当プログラムでは、ダブリン動物園から、レッサーパンダの、ボニーを受け入れ、園所属のオス、ピートと繁殖した。2015年に公開した、アジアのサンクチュアリはトラその他の動物を囲いで、飼育する。2017年時点の当園は、アイルランド国内で有料の遊び場の人気第11位で、来訪者は、 合計455,559人である。島には1865年7月1日開設のホタ鉄道駅がある。自動車を利用する場合は N25 の高クロスのすぐ南である。後部とキャリグトゥーヒルまで地方道に乗ると N25 南キャリグトゥーヒルと後部インターチェンジ経由で後部の町の中心部に着く。ありがとうございます。